こんにちは、 DJ カズ佐久間です。今回もですね、初心者 DJ 向けの動画を撮っていきたいと思います。で、今回は、コントローラーのエフェクト設定と使い方ということで、こういったデジタルコントローラーに内蔵されている、エフェクトの設定とその使い方の、基本的な部分について触れてみようと思います。はい。で、今現在ニューヨーク在住9年で、ニューヨークでプロの DJ として、生計を立てている僕なりの見解としましては、このエフェクトに関してはせっかく内蔵されているものなので、使った方がいいと思います。ただし、使いすぎるとですね、ちょっとうざく聞こえたりする場合もあるので、まあ、程よくですね、トゥーマッチにならない程度に、バランスよく盛り込んでいくのが、いいのかなと僕的には思います。はい。なので、ここぞという時に、自分が狙った音が出せるようにですね、その設定の仕方と使い方の基本的な部分をここで見ていきましょう。はい。ということで、早速ですね、エフェクトの設定と使い方を見ていきましょう。まずセラート DJ の画面の左上にあるここですね、このごちゃごちゃっとある今マウスで囲んでいる部分の中のこの FX ですね。この FX というボタンが、要はエフェクトの省略形ですね、 FX。 このボタンを押すと、その詳細設定をする部分がですね、この今マウスで囲んでいる中央デッキの下のあたりですね、ここに現れるということで、でそれが表示されると、左右それぞれのデッキの両脇ですね、両脇にこの3つの点と1つの点、今マウスで囲んでいる部分です、左側で1つの点を選ぶと1系統で、上の3つの点を選ぶと3系統のエフェクトが選べると。こっちの右側も一緒ですね、1つと3つで、3系統のものを選んでおくと3つ使えるのでいいと思います。で、その3つ選んだものがそのままコントローラーのこの部分ですね、コントローラーのホイールの上にある FX と書かれた、ノブと、このノブとボタン3つですね、この3つのこの部分と連動する形になっています。はい。で、この連動するっていうのはどういうことかというとですね、つまり、ここのマウスでポンポンポンと選ぶと、そのままこちらのボタンの方がですね、赤く点滅してオンオフされると、こっちを押すと、この今マウスで囲んでいる部分がオフになると、それぞれこう連動しているということですね。なので、こうコントローラー側でもマウスでもどちらでも、コントロールできると。このノブの方も、コントローラーで操作してもこう反映するし、逆にこうマウスでですね、上げ下げすることもできますよということです。はい。で、この3系統のエフェクト機能の中にですね、24種類このプルダウンメニューからそれぞれ3系統すべて好きなものを選ぶことができます。で、まあ、ここではディレイを一番左のものにアサインして、真ん中に、LPF ローパスフィルターですね。で、右側に HPF というハイパスフィルターを今僕はアサインしているという形ですね。で、このエフェクトの種類に関しては、もう自分で一個一個こうアサインして確かめていった方がいいんじゃないかなと思います。まあ、言葉でね、説明してもあんまりこう分かりづらいので、まあ、一個一個やってもそんな5分10分ぐらいで終わっちゃう話なので、実際に自分の耳でね、確かめた方がいいんじゃないかなと思います。はい。で、同じようにこっちの右側のデッキの方もですね、それぞれ3系統を、この24種類のエフェクトの中から好きなものを選ぶことができます。で、この右と左ですね、それぞれ
同じものをこう同じセットで右と左のデッキ揃えておくのがいいかなと思います。その方が混乱しなくていいかなと思うんですよね。左がこれで右がこれでっていう感じで違うとちょっとわけが分かんなくなっちゃうので、同じ種類の、3つのエフェクトを左右それぞれ揃えておくのがいいかなと思います。はい。でエフェクトの基本知識としてですね、以前に僕の DTM の方の、記事と動画で解説っていうか説明しているのですが、エフェクトには大きく2種類あって、1つはですね、音自体を変化させる変化系のエフェクト、もう一つはですね、残響音を付加させていく付加系のエフェクトという大きく2種類があります。でまずは、音を変化させる変化系のエフェクトということで、この2つですね、ローパスとハイパスフィルターを例に、見ていこうと思います。で変化系のエフェクトはどちらかというと、まあ、四つ打ちハウスとか EDM とか、まあ、そういった、ジャンルでですね使われることが多いのかなと思います。はい。でここをですねオンすると、そのエフェクトが使えるようになるということですね。でノブを上げていくとその効果が強くなっていくという感じですね。じゃあ再生してみます。はい、これはローパスフィルターなので低い音だけが、再生されていくという感じで、高い音が削られるエフェクトですね。はい。で逆にこっちのハイパスフィルターの方は、ローが削られて高い高音成分だけが残っていくエフェクトですね。ちょっとやってみます。はい、こんな感じで僕はこのローパスとハイパスをそれぞれ使っているんですけども、このローパスハイパスってよく見るとここにあるんですよね。それぞれこの赤で枠の囲んである、このノブですね、それぞれ。ただこれはちょっと効きが強すぎるんですよね。はい、なので僕はこっちの上の方にですねローパスとハイパスをアサインして使っている感じです。はい。じゃあ次にですね、残響音を付加させる系のエフェクトということで、この今ねマウスでプルダウンメニューを表示しているのですが、このディレイとかエコー、リバーブというのがその付加系のエフェクトの代表的なものですね。で中でも特に、このディレイとかエコーというエフェクトが、要はこうテンポに合わせてダン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 と響いていく系のエフェクトなので、この右側にあるですね、今マウスで囲んでいるビーツと書かれているところで刻み方を設定することができます。じゃあちょっとやってみます。まずね、1からやってみましょうかね。はい。で細かく1/2、はい。で次に1/4っていう感じで、このビーツっていう部分をこうこの矢印で変えていくと、その刻み方が細かくなったり、大雑把になっていったりという感じですね。ここで変えることができます。左右こっちも右側も同じですね。僕はこの1/2を使うのが好きなのですが、
こうディレイとかエコーを使う場合は、このノブをですね、時計で言うと2時か3時ぐらい、このぐらいですね、このあたり、今回せ囲んでいる部分です、このあたりぐらいに設定しておくと、ボタンをオンにした瞬間にパンとなるので、すごく便利かなと思います。やってみます。こんな感じですね。負荷系のエフェクトの場合は、ノブを回すよりも、もうあらかじめこの辺に、ノブを設定しておいて、まあ、そのかけるポイントが来たらボタンをポンと指で押すという形の方がいいのかなと思います。で、まあ、どんな時に使うのかなっていう話なんですけども、これはちょっとつなぎで無理があるなという場合なんかにすごく役に立ちます。こう雰囲気を変える場合とかですね、ちょっと無理あるなこれっていう場合は、こうディレイをかけてだんだんだんとやると、なんとなくこういい感じで雰囲気を変えることができるので、今ちょっとやってみます。こんな感じですね。はい。で、今、ディレイというエフェクトを使ってみたのですが、まあ、こうやってこう曲を終わらせるだけだったらですね、このクリーンエコーアウトというのも結構使えます。この違いはですね、このディレイが例えば、ディレイを使う場合は、フェーダーを下げてやらないと、もう永遠にその曲自体も鳴ってしまうと。というのに対して、こちらの、クリーンエコーアウト、これを使うとですね、勝手に曲が終わってくれるっていう話ですね。あのフェードアウトをしなくても曲が、止まって、残響音だけが残ってくれるっていうエフェクトですね。こんな感じでこうフェーダーを下げなくてもですね、あのボタンを押すだけで曲が終わってくれると。という便利なエフェクトもあります。はい。ということで、今回はこういったデジタルコントローラーに内蔵されているエフェクトの設定の仕方とその使い方についての基本的な部分について触れてみましたが、参考になったでしょうか。まずはですね、こう24種類用意されているエフェクトをどんどんアサインして使っていってですね、その自分のプレイスタイルに合うものを探し出して、ここぞという時に使えるようになるようにですね、どんどん練習を続けていってみてください。それでは今回も動画のご視聴ありがとうございました。また次回。このチャンネルでは主に Ableton Live という DAW ソフトを使った DTM のやり方ですとか、セラート DJ というソフトウェアを使った DJ のやり方、そういったクラブミュージックを中心とした音楽系コンテンツですとか、アーティストさんを交えた対談、そういったコンテンツを中心に発信しております。DTM や DJ をこれからやりたいという方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。また DTM 初心者さん向けの動画教材、 Ableton Live の始め方を販売しておりますほか、 DTM と DJ それぞれの、オンラインでのマンツーマンのサポートレッスンも行っておりますので、興味のある方はですね、下の説明欄のリンクから詳細ページへ飛ぶことができますので、ぜひぜひご覧ください。無料の体験レッスンも随時受け付けておりますので、質問などございます方は詳細ページ内のお問い合わせフォーム、もしくは LINE 公式アカウント、いずれかでですね、お気軽にご連絡いただければと思います。それでは皆様のご連絡お待ちしております。